そんな出会いがある。心躍る瞬間をショップチャンネル。さあ3時を回りました、本日はですねお茶以降担当キャスト過去でお届けをさせていただきます。いやーもう暑いですよね。もう本当に私お茶以降の時間になってくるともうあのライブ放送が終わった後に担当することが多いのでなんかもうそのままでいつも本当にね気の利いたコメントできずに申し訳ございません。ぜひ、短いお時間ですがお付き合いください。さて今日はですねなんとステッカーが新しくなりました。パチパチパチとかしてありがとうありがとうみんなありがとう。もういつもお世話になっているスタッフの方たちが今ね私の無理なね注文にも応えてくれましたが、実はですね、この度リニューアルいたしました。皆様に投稿していただいて皆様にお送りするステッカーなんですが、あの基本的には、これね見ていただくと、まあ、赤とか茶色とかっていうねこの6つが基本的にあの皆様のところにどの色が届くっていうのが、まあ、レギュラーなんですけれども、その中でレアステッカーっていうことでこのシルバーね、シルバーがレアっていうところがもうねなんか昭和の企画ですよね皆様ね。これであのこのねあのシルバーでね関係各位の皆様申し訳ございません、私ちょっと暴言吐きました。でこのねシルバーがレアっていうことでこのレアが届くとねあのまあはやったなーなんていう風に思っていただけるかなと思うんですね。でこの他の色よりも、まあ、準備数は少なくなってますので、こちらが超ラッキーっていうことに感じていただけたら嬉しいかなっていうことで制作させていただきましたからぜひ感じてくださいませ。そしてさらにさらに、ゴールドカラーね、シルバーの次はゴールドっていう形でこのゴールドカラーもご用意いたしました。こちらはですねあの実はキャストさんへの質問以外に、まあ、投稿テーマっていうことで皆さんがお届け、採用された場合にはこちらを、こちらねあのお送りさせていただきますということでご用意させていただきましたので、テーマごとのですね、以外の、こういろいろなあの、まあご質問ですとかそういったものもお待ちしておりますから、まあ、よろしかったら新しくこちらは今日の分8月7日の、投稿者の皆様から新ステッカーに切り替わりますのでぜひ楽しみにお待ちになってください。お茶お茶はいね、もうクリボーはこの後待ってるからお茶お茶ってあのじゃあちょっと今日のテーマご紹介しますね。投稿テーマ今日小さな徳を積んだなと実感した話を聞かせてくださいと、まあ、こういう投稿テーマの場合には皆様このゴールドを ね採用された場合には綺麗だねゴールドね、あの特攻ねあのお、ま、あの差し上げたいと思っております。さあそれでは今週のテーマ小さな徳を積んだなと実感した話を聞かせてくださいというところで、お願いいたしました投稿テーマなんですが、はい、まずお一方お茶娘様からありがとうございます。お茶娘様にもゴールド、あそっかそっかこれは違うのねごめんなさい、あそっかそっかなるほど、あのちょっと初めてのことでねすいませんベテランなのに間違えてしまいました、すいませんすいません。あちゃま、じゃあちょっとここ行きますね、行きましょう。レジに並んでいた時ちらっと後ろを見ると男子高校生がジュースを持っていました。私のカゴは山盛りだったので思わずどうぞと順番を譲ると学生さんはありがとうございますと爽やかな笑顔でお辞儀をして、さらに私のお会計が終わるまで待って重たいカゴを商品を入れる棚まで、ね、台まで運んでくれました。久しぶりにキュンキュンってしました。こういうことってね私なんかも本当にね身も知らないね、あちょっと可愛いわこの男の子みたいな、ちょっと私はですよ、私はそういうちょっと可愛いな男の子とか思ったりするとどうぞとか、まあ、可愛い女の子も大好きなのでちょっとこうね可愛い子にはちょっとこういろいろやってあげたりしますけど、この方はもう本当になんかちょっとした些細なね、あ一つしか持ってないんだったら時間かけちゃうからって言いましたけど、その待っててくれた学生さんもものすごくいい人にね、暑い中殺伐とした毎日でね本当にいろいろけんけんごうごうあるじゃないですか、暑いだけでイラッともする、そんな時にこんなねホッとするようなまさにちょっと徳を積んだっていう感じがする、私ちょっとこれ大好きなので一番に選ばせていただきました。お茶娘さんにもステッカーご用意させていただきます、楽しみにしてください。お茶お茶はい。そしてお二人目 A タン様、スーパーで98円均一のパンを5個購入しましたが
買って帰ってからレシートを見ると4個だったので電話をかけその後支払いに行きました。本当に偉いです。もう本当に英丹様正直者だって。お家に帰ってるんですよ、ね、もう本当にわざわざ電話をかけてその後支払いに行きましたってなんていい方、菩薩、本当に素敵。やっぱね、そういうちょっとした気持ちのところで、あ、ちょっとこれはね、あのわざわざこう、ね、5個分だったら4個しかを、ね、お支払いしてなかったらちょっとお会計申し訳ない、98円なんですよ。そんなね、お値段でもお値段に関係なく、はあ、本当に心が温かくなるな、ね、本当に枝様これはね間違いなく大きな見返りが小さな小さなとこを積んでいくとって思うようなちょっと嬉しいことがあったらいいんじゃないかなと思います。素晴らしい。英丹様にもステッカー差し上げます。そしてお二人、3人目、小さな徳を積んだなと実感した話を聞かせてくださいっていうところなんですけど、ミッチー様、先日洗い物を取り込んだ際に黒い G、 これ G はいわゆるあの、ね、バーって飛ぶ黒いやつですよね、部屋に侵入してきました。近くにあった箱でパカッと覆い下から紙を入れ生きたまま入ってきた窓からお帰りいただきました。このフレーズ好きですね。いつの間にいつの日かあの時助けていただいた G ですとインターホン越しに来てくれると期待しています。お茶お茶、もうね本当にこういう投稿多いですけど、やっぱりあのこの後今栗原くんパッと出ましたけど、この後は栗原キャストがですねあの素敵な商品ご紹介してくださいますので、栗原くんお茶お茶、あ、もうね素敵、さすがです。最近ね芸の幅が広がったと思います栗原キャスト。もう栗原キャストってできないことはないですよね。お茶お茶、次どんなのが出てくるから毎回楽しみにしてますので、今もね栗原くん後ほどよろしくお願いします。さあ、そしていよいよお時間ね、もうちょっと迫ってまいりましたけれども、ここでショップチャンネルのね、ご意見や感想というのも皆様にねお届けしていただくことができるんですが、みーちゃん様からちょっと今日ご質問いただきました。おしゃれ番長の過去キャスト、やっちゃう、おしゃれ番長で言い出したのはネズキャストなんですよ。本当に私この間先日自由が丘にいてね、あのボンサンスっていうところにちょっと散歩がてら2人で行った時に、もう本当にねえちゃんこれも可愛いんじゃない、これも全部買いましたあの人組み合わせっていうぐらいなんかあのおしゃれだと思ってくださってるみたいで、毎日おしゃれな洋服は自前ですかという質問なんですが、私はですね全部自前です。あの基本的にそんな今日シワシワなんです、すいませんすいません、もう本当にあのすいません、涼しいことを第一に持ってまいりましたので、今日はこんないでたちで大変失礼いたします。見せるんだったらもっと可愛いの着てくれますね、あのいつも明るくおしゃれ番長にぴったりですねっていうことで、あ、色違いで購入していますとキャストの方がよくおっしゃるっていうんですけど、私はあの4色自分で着て着心地が良かったりすると4色全部買います。でやっぱりこう特価引っかえこう着てね、あの、まあ、仕事用にっていうことで、まあ、綺麗な顔写りのいいものとかそういうものっていう仕事用の服とプライベートの服っていうのを分けてるので、まあ、とにかく服がすごい好きなもんですから、あのワンシーズンでやっぱり大体こう着て、でその後はちょっと可愛い後輩にですねちょっとこう譲ってあげて、それで実際にあの何人かキャストさんも着てくれるので嬉しいなと思いますよ。だってもう本当20個とか30個とかね、年が近い若い人たちが喜んでくださるからね、皆様にまた使っていただければと思いますね。はい、そしてミラノ様、猛暑でやる気が失せそうな時、カコちゃんの名言、カコちゃん、私大体カコキャストって言われることが多いんですけど、夏に吹け冬に枯れるを教訓に何とか乗り切ってます。カコちゃん大好き、そしてありがとう、友達じゃないこれこれからキャッチーなフレーズを楽しみにしてますよって、あのこのコメントは実は中島さんも、中島あの、ね、チェンジの中島さんもすごく気に入って、あのいくつもフレーズ出してくださってますので、本当に ありがとうございます。はい、でこれミラノ様から、ね、あのメッセージいただきました。皆様にもあのステッカープレゼントさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。さあ、ショップチャンネル ではですね、毎日こちらあの、ね、この平日はですね皆様から、いろんな投稿をお願いするんですが、今週の投稿はこちら、ね、そして、投稿テーマは小さな投稿を積んだなと実感した話を聞かせてくださいということ、そして担当キャスト明日は、斉藤キャストでお届けです。ショップスターバリュー、深夜0時はショップチャンネルがお届けするその日一番のおすすめアイテムをご紹介。さあ今後のラインナップをご覧ください。